どうも、あいちです。今回はプチ相談答えていこうと思います。で、先日ツイッターでもらったものなんですが、簡単に、相談ね、概要を出そうと思います。で、勉強しても勉強しても身についている気がしないっていうところと、まあ、頑張ってるつもりなんだけど、つもりっていう。だから、勉強なってねえんじゃねえかっていうところね。その言葉は頭から離れない。で、最近は何のために勉強してるのかが、こう、わかんなくなってしまっているという、そんな相談でございました。まあ今は4月の頭なんでね、そんなんなるなんて思う方もいるかもしれないんですけど、特に受験生の方、今年ね、中3とか高3になる方は、受験が近づけば近づくほどやっぱりプレッシャーとかでストレスはどんどんかかってくるので、この状態になる子はね、だいたい1回は陥るんじゃないかな、多くの子が、と思いますので、今はね、全然自分とは関係ないなと思う方でも、そうなった時自分だったらどうするかなって先に考えておくといいです。何も対策打たずにその時を迎えてしまうぐらいだったら、先にね、気持ちに余裕がある時に考えておくことは後々メリットになりますんで、よかったらね、考えてみてください。では早速ね、自分の意見言っていきましょう。で、まずですね、自分は学生時代からめちゃくちゃこのタイプ、勉強しても身についてる気がしないんでね、すげえやってるとき、苦手科目でね、陥りやすいんだけど、例えば、地理で、受験地理使ってたんだけど、地理やってるじゃんか。やってんだよ。めちゃくちゃ2、3時間とか勉強したのに、2、3時間前の自分より成長してる気がしないんだよね。何やったんだっけみたいな。やってるんだよ。やってるんだけど。で、これがね、数を重ねてしまうと、自分が何も成長できてない。で、それプラス、周りが成長できてるように見えるから、どんどん置いてかれてるように感じるの。では自分なんてやっぱり無能なんだとかっていう風になってしまって、気持ちが落ち込むと勉強効率下がるから、もう負のスパイラルでね、そういう風になってしまうんだけど、まあ対策としてはね、やっぱり一個一個その日やった時に何を今日できるようになったのかなっていう、ちゃんと確認していくことが大事。よくね、勉強する時にどんどん先に進もうっていうしたくなるんだよ。で、受験生はやることがいっぱいあるから特にそう思う。思うち、やることは大事なんだけど、やっぱり、例えば1時間2時間勉強した後に、その時間で何ができるようになったのっていうことをちゃんと確認するの。時間をかけて。数学だったら、この問題を解くようになったと。この時にもう一回振り返ってね、ちょっと前にやった問題を目を通して、この時はあの公式を使って、あ、ここで積分をとか、そういうことを考えたりとか、まあ、地理とかみんなだったら、中学生だったら、まあ、地理歴史やってる時とかも、今日は江戸時代のあの人について勉強して、徳川綱吉がこれをやってとかっていうのが、頭で思い出す作業。ちょっと前にはできなかったことができるようになってるんだっていうことをちゃんと確認してあげる。いい。2時間もちゃんとやったんだったら、絶対何かしら残ってるの。で、その振り返った時に、あれ何やったんだけど全然覚えてないじゃんって思う子も、それは思い出すタイミングが遅かっただけだから。いい。覚えてないんじゃなくて、ちょっと長すぎたの。時間を置いた時間がね。だから、少し振り返って、あ、そうだよ、徳川綱吉勉強したんだったって振り返って、そこで覚え直せばいいじゃん。いい。2時間前は徳川綱吉のことを全然知らなかったんだけど、2時間後には思い出せなかったとしても、少し見て、あ、そう、やったやったってなってるだけでも成長なんだから。そうやって確認していくことが非常に大事です。それをすることで、じゃあ気持ちがすぐ晴れるかって言ったら、そんなことはない。そんな簡単な問題じゃないけれど、自分が成長できてるっていうことを一個一個確認するっていう作業は、地道だけど非常にモチベーションを保つ上では大事なので、ぜひやってみてください。で、もう一個は何のために勉強してんのかって、その部分がちょっと曖昧になってくる子。でもこの子はね、教育学が学びたくて大学に行きたかったはずだって言ってるんだよね。でもそれが、なんだろう、ぼやけちゃったんじゃなくって、その前の問題なの。自分が勉強してるのに前に進めてない、自分自身が持てなくなっちゃったから、そこがぼやけてるだけだよ。ちゃんと目的は持ってるはず。だからもう一回自分のちゃんとできてるんだって自分に自信をつけるというか、自分がやってることが間違ってないんだっていうところを足元を固めるつもりでやってごらん。それがちゃんと数を重ねてくることによって、今までずっと思ってたモチベーションのもと、このために勉強してたんだっていうのがもう一回復活するから、気持ちとしてそこまで粘り強くやってもらえたらと思います。